皆さんこんにちは、かなまるです。今回ご紹介するのはこれ、富山ベイセルフィースポットです。富山湾の眺めがいいところにこのようなスマホカメラ台が設置されておりまして、お手軽に自撮りなどの撮影が楽しめます。地元大学生によるプロジェクトとのこと。富山県内9カ所にこのスポットがあるのですが、今回は東側、朝日町から滑川市までの5カ所を巡ってみたいと思います。ちなみにこのカメラ台を見てみますと、天板の方にハッシュタグと QR コードが記載されています。撮影した写真はこのハッシュタグをつけて SNS に投稿するといいと思います。QR コードからは周辺の観光情報をチェックできるので、とてもありがたいですね。そしてこちらがスマホを立てかけるフレーム。このように中に仕切りっていうんですかね、それがついています。フレームは可愛らしい波の形をしておりまして、どのようなスマホ機種でもカメラを隠すってことはないと思います。天板はぐるぐるっとこのように回すことができまして、一回転させることもできます。なのでこのようにスマホを向けて撮影することもできますし、反対を向けてデジカメなどを置いて撮影することもできます。このカメラ台が伸びて高さが変わるってことはないようです。で、スマホのフレームも傾きが変わるとかそういう機能はないみたいですね。スマホの機種、厚さによってはこのフレームの上に置いても、まあ、パタンパタンと後ろや前に倒れたりする可能性もあるので、何か押さえるものを一応持っていったり、小型の三脚を持っていくのもいいと思います。といったところで、セルフィースポット巡りに私もそろそろ出発したいと思います。ここは朝日町の翡翠テラス。翡翠テラスとは翡翠海岸観光交流拠点施設でして、サイクルステーションやシャワールーム、トイレなどを備えております。ここら一帯で海水浴や釣り、登山やサイクリングなどを楽しむ際は、この翡翠テラスがまさに拠点となるわけですね。またガイドさんから石ころ探しのレクチャーを受けることもできるそうです。その横の方に階段が見えますが、この階段を登ればもう翡翠海岸です。海はすぐそこです。ちなみに私が現在どこから撮影しているかと言いますと、こちらです。ドン、愛の風富山鉄道越中宮崎駅の駅前です。つまり駅を降りたらすぐにレジャー拠点、そしてその向こうには海という最高の立地となっております。ということで、早速朝日町のセルフィースポットを探しに海岸へ向かいましょうと思ったら、目の前にありました。階段を登ってすぐですね。こちらが朝日町に設置されたセルフィースポット。ちゃんと翡翠海岸って書いてありますね。ここから自撮りを撮影すると、こんな感じで背景一面が翡翠海岸富山湾って感じになって、なんだかいい感じなのではないでしょうか。ちなみに右側、新潟方面はこんな感じ。といったところで、早速私も写真を撮ってみます。夕暮れ時にもう一度ここへ来て写真を撮りました。私が写ると、まあ、ちょっと色々とあれなんですけれども、それ以外は良さげなムードの写真が撮れたのではないでしょうか。なんとなくドラマチックって感じじゃないですかね。今回は夕日を撮影しましたが、なんとこの海から登ってくる朝日を撮影するチャンスもあるそうです。それが撮れるのは夏至の前後、結構身近な期間ということで、ぜひチャレンジしてみてください。その光景が朝日に最も近い富山湾の姿と言っても過言ではないかもしれません。ということで、朝日町のセルフィースポットの紹介でした。さあ、入善町にやってきました。こちらは船見山のてっぺんにある船見城址館です。中世当時そのまんまのお城ではなく、現代風にアレンジされた資料館。セルフィースポットはこの城址館の裏手にあるそうなので、早速歩いて行ってみましょう。
お城の石垣を回って。ありました。セルフィースポットのカメラ台です。ここは以前から眺めが良いスポットとして人気ですので、このようにベンチも整備されています。こうやって横の方を撮っても仕方がないので、富山湾の方を向いてみましょう。ご覧のように入善の大地から富山湾までバーンと広がるまさに絶景。その絶景をバックに自撮りができます。ちょっと横の方を向くと、その絶景を眺める横顔なんて、なんだかいいムードの写真も撮れるかもしれません。せっかくなので私も一枚撮ってみましょう。まあ私は顔出しとかしていないので帽子がちょこっと写ってるだけですが、いかがでしょうか？こんな感じの写真が撮れました。ちょうど太陽が沈んでいく方向を向いているので、夕方から日没にかけては結構いい写真が撮れると思います。もちろん昼間の爽やかな青空も綺麗だと思いますし、夜になれば、まあ、暗くて富山湾までは見えないと思いますが、星空や月なんかも綺麗に見えると思います。この写真を撮ったのが夏なので、目の前に広がる田んぼは緑色ですが、秋になればこれが一斉に黄色に色づいて、ガラッと姿を変えると思います。冬になって雪が降れば一面銀世界になるとは思うのですが、雪のせいでここまで登ってくる道が通行止めになるということもあると思うので、その辺はご注意ください。ということで、入善町のセルフィースポットでした。さあ続いては、黒部市にあります魚の駅いくじ。正面に見える出来立て感はレストランとなっておりまして、あの桃色クローバー Z の佐々木彩香さんも来られたことがあるそうです。中にサインが飾ってありました。そしてその隣には取れたて感があります。こちらは売店となっておりまして、その名の通り取れたてのお魚や美味しい干物、特産品などが売っています。セルフィースポットはあのウッドデッキのオープンテラスの方にあるそうなので、早速歩いて行ってみましょう。ありました。ここが黒部市のセルフィースポットですね。目の前、すぐそこが港でして、船がたくさん並んでいます。横の方は倉庫だったり、反対側は住宅地だったりするので、まっすぐ港の方を向いて撮影することになると思います。手前にある船、らんまると一緒にどう映るかによって面白い写真が撮れそうですね。では私も一枚チャレンジしてみたいと思います。で、撮ったのですが、別に面白くも何ともない写真となりました。船と一緒にどう映るかとは言ったものの、なんかこう、ただ単に船が気になっている人って感じになってしまいました。まあ、これは昼間に撮影しに行ったので、こんな感じで車が並んでいますが、日と時間を選べば、もうちょっと撮りやすいのかなと思います。この港から漁に出発する船、あるいは帰ってくる船を蘭丸と一緒に見守る、なんて良さげな雰囲気の写真も撮れるんじゃないかなと思っているのですが、いかんせん私にはその時間帯が何時頃なのかわかりません。そして本当にそんなシチュエーションで写真が撮れるのかもわかりません。状況によっては迷惑になるかもしれませんので、その辺はちゃんと注意しなければいけませんね。といったところで次のスポットに行ってみましょう。目の前に日本海が広がっております。こちらは魚津市にあります海の駅蜃気楼、その2階テラスから撮影しております。風が強くてマイクがボフボフなっています。魚津市のセルフィースポットまではここからちょっとだけ歩くようなので、レストランやお土産屋さんにも寄りたいところなのですが、早速歩いていきたいと思います。場所を移しまして、
先ほどまでいた海の駅蜃気楼があちらです。その駐車場の横にありますこの道をずっとまっすぐ行きまして、その先、そこにセルフィースポットがあります。結構先端の方ですね。ここはすぐそこが海ですので、こんな感じで水平線とキラキラ光る海、あるいは夕焼けなんかも綺麗に撮影することができそうです。ぐるーっと回りますと、港とその向こうにある魚津の街並み、さらにもうちょっと行くと変わった建物、埋没林博物館と一緒に撮ることもできます。天気がいいと山の方も綺麗に見えそうですね。私は日本海をバックに一枚撮影してみたいと思います。ということで撮影したのがこちら。まあ海を眺めているおじさんって感じですかね。すぐ近くにベンチがあるので、そこに座って撮影しました。海の方を向くと構造物が少ないので、こんな穏やかな雰囲気の写真になると思います。まあ季節や天候によってはもうザッパーンとした激しい波も撮れるかもしれませんが、危ない状況で撮影するのはやめましょう。ユニークな写真を撮りたいからといって、この消波ブロックの方まで行くのも良くないですね。ということで、最後のセルフィースポット、滑川市に行きたいと思います。ここは滑川市、道の駅ウェーブパーク滑川です。目の前に見えるのが、あのホタルイカミュージアムと、深層水プール施設のタラソピア。その他レストランやお土産屋さんなど、ここでしか楽しめないものもある注目スポットです。そしてセルフィースポットは、こちら外から登っていける展望台にあります。駐車場から歩いてすぐ、こちらが展望台への入り口ですね。登っていきたいと思います。他のセルフィースポットもそうだったのですが、基本的に建物の中を通らずに行けるようです。なので、施設が営業時間外だからセルフィースポットに行けないということは多分ないんじゃないかなと思います。さあ、展望台に到着です。正面から左の方はバーンと日本海。綺麗ですね。そして右の方は街並みや山が見えます。で、正面にカメラ台。海を背景に撮るとこんな感じ。手すりはありますが、物が少ないですし、2階からの眺めなので海の広さが一層際立ちますね。そしてぐるーっと回すと街並み。何やら向こうに大きな船も見えますね。こちらは港でしょうか。時間帯によってはこの船たちが出入りする姿も撮れるかもしれません。自然の海の姿だけでなく、そういった人との関わりを写した写真も味があっていいですよね。そして山の方、天気が良ければもっとくっきり写ると思います。これからの季節、紅葉も楽しみですね。といったところで、私は海を背景に撮影してみたいと思います。で、撮った写真がこちら。だいたいこんな佇んだような写真になってしまいますね。まあ海の青さと太陽の光に照らされてキラキラ光っている様子も撮れてますし、向こうには対岸の方も見えます。で、手前の方には鉄柱、この辺がいいアクセントになって、なかなかいい写真と言えるのではないでしょうか。まあわかりませんけどね。そしてやっぱり夕暮れ時に撮影すると結構ロマンチックな写真が撮れると思います。富山県東部から見ると太陽がいい具合に日本海に沈んでいく様子が撮れるので、もしかしたら同じ富山県でも西の方からはこういった写真は撮れないかもしれません。以上、富山ベイセルフィースポット東側の5カ所を巡ってみました。西の方からはどんな写真が撮れるのかとても気になりますね。季節や時間帯、天候などによっていろんな富山湾の姿が見られると思うので、ぜひあなただけの一枚を撮影、そして SNS でシェアしてください。お楽しみは写真を撮るだけではありません。入善町の船見山のふもとには温泉施設がありますし、
滑川市にはホタルイカミュージアムがあります。その他、朝日町のタラ汁、魚津市のバイ飯、そして黒部市の桃黒さんも召し上がった海鮮丼などなど、各地にはセルフィースポット以外にも見逃せないものがたくさんあります。現在は新型コロナ禍なのでなかなか難しいのですが、世の中が落ち着いたらぜひそちらのスポットやグルメも楽しんでください。いかがでしたか？金丸の好きなもんチャンネルではこのような富山の紹介、お土産、グルメ、風景を中心に動画投稿しています。ぜひ過去の動画もチェックしてみてください。高評価、チャンネル登録もしていただけるととても嬉しく思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。